動いたら撃つわ。死ね。初めてだな、父親らしいことができたのは。なぜ父親だということを隠してたの？お前の母さんの遺言を守るためだ。遺言？母さんと初めて知り合ったのはあの事件の日だった。おじま、あいな、ちょいてもちょ、やめろ。いがな、죽게내버렸죠。何の罪もねえ子死なせちゃいけねえだろ。スヨンがカムル町にいたら危険だと思った俺は、別所と協力して彼女を関西に逃がした。それから半年ぐらいしてスヨンに会いに行ったが、 あのおぞましい事件の直後で心の中にぽっかりと穴が開いちまったんだろう。生活がかなり荒れてた。一緒に逃げた子供は？泣く泣く手放した。手放した？俺はこのままじゃスヨンはダメになると思い、彼女の仕事を探し新しい生活をさせてやった。そのうち俺たちは一緒に住むようになり、カオル、お前が生まれた。
香港への単身赴任断ろうと思ってるんだ。なぜ？二人を置いて遠くへは行けない。たかが一年じゃないの。あなたの出世のためなら私は我慢する。だから気兼ねなく香港へ行って。お父ちゃんがいない間元気に育って、帰ってきたらいっぱい遊んでもらおうね。だが俺が赴任してる間にスヨンは殺された。誰に？本国から送り込まれた人軍派の構成員だ。それから俺は日本にいる人軍派を一人残らず始末しようと動いた。それじゃああの時射殺した不法滞在の人間は全員人軍派だ。殺されたスヨンの復讐か？それだけじゃない。カオルの過去を消し去るためだ。私の過去を？あんたの母親が死ぬ間際にこう言うたんや。この子を呪われた過去から解放してやりたいって。それが母の遺言なのね。そうや。それでスヨンは人軍派とは何の関係もないうちにあんたを預けたんや。ほんでカーラさんもあんたの前にはいっぺんも姿を見せへんかったけど、時々ママに電話をくれたでしょ。ああ、だがその電話でお前は自分の過去と東条会が関係あることに感づいてしまったらしいな。あれはうちがあかんかったんや。カールがおるとも知らんで、つい。何があったか知らんけど、カールはな、東条会のせいで不幸になったんや。いいのよこれで。自分の生い立ちを知らないまま生きていくほど怖いことはないんだから。すまん。事件の時お母さんと一緒に逃げた子供はどうしたの？それは俺の口からは言えん。いいか、これだけは胸に刻んでおくんだ。お前の体に流れている血は人軍派のものじゃない。優しくて働き者で強い心を持ったスヨンの血だ。そして河原さん、お父さんの血もね。懐かしいな。お前の手を握るのは俺の指を掴んで笑っていた時はちっちゃな手だったのに。俺と母さんの分まで幸せになるんだぞ。お父さん、ありがとうな。Huh?